今日のイカれた偉人は石田三成。秀吉のことが大好きで、秀吉が亡くなった後も息子の秀頼を支え続けました。しかしその後関ヶ原の戦いで敗戦し処刑されています。そんな石田三成は言わずもがな家康のことが大嫌いでした。ある時三成が浅野長政と一緒に焚き火の前で話をしていたところに家康がやってきます。長政はとっさに挨拶をしますが、三成は家康を無視します。さすがにヤバいと思った長政が三成の頭巾を剥ぎ取り挨拶しろと言いますが、それでも三成は無視し続けました。さらに別の時、三成が落としたものを家康が拾ってくれたのですが、さすがは三成くん、ありがとうの一言もなく家康の前を通り過ぎます。皆さん、いつの時代も人望は大切です。ありがとうやごめんなさいは忘れずに伝えましょう。ついでにマルチの勧誘もやめましょう。ではまた。